おはようございます、翔です。ということでやってまいりました。今日も喧嘩島とスパーリングということでですね、今日はですね、なんか浅草ら辺からね、まあ、また喧嘩島やってくるということで、そんなことより今日もまた代々木公園でございまして、聞いてください、このセミの音。もうね、夏がやってまいりました。これから梅雨が始まりますよということで、いやもう暑すぎる、マジで暑すぎる。7月の終わりぐらいなんだけどね、俺も大学のね、まあ、レポートとかありつつ、まあ、昨日レポート終えて今日喧嘩自慢とスパーリングするっていう、まあ、過酷なスケジュールですけども、まあ文系内そんな厳しくないですよということで話がずれましたけども、今日もね喧嘩自慢やっていこうと思うんですが、これから喧嘩自慢やるときは3ラウンド1ラウンドボクシング2ラウンドキック3ラウンド総合みたいな感じでいこうかなと思っておりますということで、まあ、その辺はね、会った時に話し合おうかなってわけでございます。では待っていきましょう、よろしく。はい、ということで来てくれました。喧嘩島の方です。よろしくお願いします。なんかインスタのトップ画的になんかもうちょっとオラオラかなと思ったら結構優しめな感じですね。一人で来るって言ってたんですけども、お友達も来てくれたということで。よろしくお願いします。なんか経験はあるんですか？あ、経験はないです。ないです。ガチ喧嘩島です。はい。わかりました。じゃあやってみましょうか。どこから来たんですか？浅草。浅草です。浅草からまだ来てくれたということで。石の音は？いや、まあありますね。あります。いや、でも一応ファンなんで。ファン、はい、ファン以外が来てくれないということで、もうみんな見てくれてますね。はい、でもぶっ飛ばしてきたと。動画見てるけど、見てる限りいけそうだなと言ってるから。いや、まあそうですね。そうみたいですね。やってみましょうか。じゃあ、でも筋トレしてます？あ、筋トレはしてます。ああ、結構じゃあ鍛えられてらっしゃるということで。これはもう筋肉喧嘩自慢ですね。はい、最近結構多いですね、そういう方が。あ、そうなん。やっていきましょう。はい、移動します。はい、ということでね、やってまいりましたよ。見てくださいこの。飛行機試験じゃな。見てくれ飛行機。積んでる。飛行機ってこんな近い？普通。近すぎん？意外と遅いな。そして乗るのが早いんじゃないと思ったわけなんですけど、見てくださいこのピチピチ具合。これでテニス部らしいです。元。テニス部です。テニス部。何もやってないと。アメフトやってるでしょと思うよね。普通このなりみたいな。着替えてくれましたからね。俺のために。赤やん。そういえば二人とも。ミスターインクレディブルみたいな。やっていきましょうか。よろしくお願いします。電話来てますよということで。じゃあ。なんか総合でやりたいみたいなんで、喧嘩は自慢でね、今日一人なんで、ボクシング、キックボクシング総合全部一覧ずつね、合計3ラウンドでやろうかなと。OK です。行きましょう。ということで、じゃあ準備運動をね、行きましょう。いやー、暑いね、それにしてもマジで。やっていくよ。上に合わせて朝に決めたわけではないですよね。あ、それも違うんですね。はい、そんな感じです。いやー、暑いなー、それにしてもな、ほんまに。これは結構強敵の匂いがするね。ガチ喧嘩自慢だからね。最近タジってしょうかったけど、今日ガチガチだから、いや気合入りますね。作戦してんのか、作戦会議してんのか、なんか作戦会議してますか。いや、違います。特にしてないと。はい、俺が勘ぐってただけですね、すいません。ちょっと見てください、タッチ見えない。なんか牛みたいな色ですけど、なんだ。お、シャドウしてる。うん、動きちゃんといいね。いいね、なんか旅を思い出すね。やったことないって言ってるけど、シャドウめっちゃうまいの。旅を思い出すわ。なんか思えてきた。習ったことないだけでやってたね、ねって言ってて。ね。まあ、旅するっていうか、まあ、もうなんか、今まで旅だと、やってるやんって言ってたんですよ。あ、なんか、あれっすよね。やったことないけど、経歴って大体やってるやんってなるんですよ。でも、そのくだり自分の中で飽きたんですよ。もうみんなやったことあると思ってるんで、もう驚かない。そんなことで牛がいるんだよ、牛が。なんだ。戦いたいんだけど、あいつは。牛勝てるかな。牛ぶっちゃけさ、左で見せた方がいけそうじゃない？またですか。あ、大丈夫です。すいません、またしてしまって。ボクシング、キックボクシング、総合も全然大丈夫。あ、大丈夫。行きましょう。太ももちも見てますよ、太ももちもね。意気込み一言。そうです。俺が意気込みつけた間に。ファンですけど、絶対勝ちます。です。大体みんな後半でね、発症してるけど、前半みんな硬いけど、後半は本性出てくるんで、そんな感じでお願いします。はい、じゃあ、ボクシングルールですね。リチャードのボクシングルール。1分。レディー、ファイッ！30。
残り10。3、2、1、終了。よっしゃ。おお、すごいな普通に。よっしゃ。どうすか。まだ終わってないけど。生で見てるより、あ、生でやる。生でやった方が強さが分かります。マジか。パワーあるね結構。うう。いいね。気合入ってた。じゃあ2ラウンド目まで休憩します。はい、ということでね、一番目ボクシング終わったんで、キックボクシングですね。そうですね。ただ汗吹き出しまくってますけども、まあまあ続けてやっていきましょう。じゃあ2ラウンド目キックボクシング。レディー、ファイト。30秒。残り10。2、エッチ終了。よし、ゆうさん、えぐ、ありがとうございます。いやー、もうきついね。ダメだ、ダメダメ、全然ダメダメ。やばい、バテる。ありがとうございます。これ何が辛いってね、今まで1ラウンドずつ全員違う人でやってたのよ。今回ね、1ラウンドずつ全員同じ人でやるから、終わった後のありがとうございますが心からできない。まだ次が待ってるかと思うと、この皆さんカットされてるか分かんないけど、ラウンドとラウンドの間首地獄ですから、皆さんお察しください。この喋りすらどう反応してるのか分かんないぐらい地獄ですから。じゃあ次もお願いします。よし、じゃあ次のラウンドまで。じゃあということで、次のラウンド目と場所違いますけど、3ラウンド目総合ルール行きましょう。それはもう暑さで満身創痍みたいなところあるけど、一緒やってください。3ラウンド目総合ルールで1分、レディー、ファイ。30秒。残り10。5、4、3、2、1、終了。あらした。あ、いや、どうだった試合、ちょっと。思いますね。すいません。ルール定まってないね。すいません。ありがとうございました。そう、ちょっとつまんない試合になっちゃったね。ありがとうございます。10秒ブレイクじゃなかったっけ。10秒ブレイク、うん。ちょっとつまんなくなっちゃうから。うん。でもありがとうございました。強いね、マジで。パワーあったわ。どうでした。いや、でも、昨日とさ、世の中強いっていっぱいいるね。ありがとうございました。いやですね。ちょっとタックル、昨日ね、家でタックル切る妄想したの。家で一人でバービーの動き。足、後ろにやって、一人でこうやって、一人家で。で、ずっと10回ぐらいやってて、今日生きたかなって、ちょっとね、自信にもつながりました。ありがとうございました。ありがとうございました。どんぐらいなんですか、体重とか。体重は今72で、あ、身長が175ぐらい。あ、結構重かった、うん、ありがとうございます。いや、くそ、もちろん面白い試合したかったですね。ということで、太ももち食えますか。
ということで、喧嘩自慢制覇の物語ということで、俺が勝ったら皆さんグッドボタン、俺が負けたと思ったらバッドボタン、皆さん一人一人が心配ですということで、この方とね喧嘩自慢制覇の物語やったということで、せーの、浅草来てください。宣伝やないかやったの。ありがとうございました。皆さん、なんか真ん中に見たことある人いませんか？なんか見たことある方いますよね。はじめまして。どうも。言わなくてもわかりますね。朝倉みくるチャレンジの西谷さん。チャレンジ1年生の。まさかの。やばくないこれ。俺のグローブが西谷さんつけておりますということで。ディープ。てて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 ていい勝負してるぞ、これブレーキングダウンあるんじゃん。